こんにちは、ポールです。今日はですね、ずーっと欲しかった商品をね、ついに手に入れちゃいました。これなんだかわかりますか？この商品はですね、アルテックというところのスツール60というね、スツールになります。僕ですね、この商品ずーっと昔から欲しくて、いつか手に入れたいと思ってたんですけど、かなりこう値段が高価で、なかなかね、こう購入に踏み切ることができていなくて、たまたまですね、昨日、インスタグラムを見ていたら、今回ですね、90周年を記念して、期間限定モデルが販売されるというところで、今回思い切ってね購入してしまいました。でこちらの商品はアルテックのスツール60コントラスティという、種類のスツールになってます。でこのスツールは1933年にこのアルテックのアルバ・アールトさんという方が初めて作ったスツール60という形なんですけど、その商品がですね、まあ90年間ずっと売られ続けていて、今回のモデルは90周年を記念した限定モデルとなっています。じゃあ早速ね、まずそもそもどんなもんなんだいというところ気になるかなと思いますので、どんどんね開けていこうかなと思います。いやこれ本当にねずっと欲しかったんでかなり緊張するんですけど、これです、これです。これがまずスツール60という形で、3本の足でできてるスツールですね。で多分中で今はこうバラバラになって送られてきてるというか、あの箱に入ってるんでね、これを実際にこう自分で組み立てていく必要があります。多分これが上の天板というか椅子になる部分ですね。いやーやばすぎる。これはですね、あのバーチ材というあの木が使われているんですけど、今回はこういう感じの、まあまさにこう無垢な感じのスツールになってます。でここがあの普通のねアルテックのスツール60とは違って、90周年をこう記念された、まあ90 years スツール60って書いてあるのかな。まあそんな感じで結構ねこう限定感があって個人的には好きですね。ここのあの横とかにこういうね線が入ってるんですよ。これがねめちゃくちゃかっこよくて、もう速攻ねそのインスタグラムで見た時に、あもうこれ欲しすぎるって思っちゃって、もう速攻お店に行って買ってきちゃいました。これがですね3本足になってるところで、アルテックのスツール60のこうポイントとしては、エルレックって呼ばれるものでして、1本の木をですねここ曲げてるんですよ。で実際に曲げてこう作ってるというところが一番こうポイントになってるんですけど、まあ、今回のデザインはこのエルレックをかなりこう強調するような感じで線が入ってるというところが、あの非常にかっこいいなと思ってます。こういうね細かいところのなんかこうデザイン性みたいのにすごく惚れちゃって、いやもうちょっと早くね組み立てたい、どんどんやってっちゃいます。でアルテックのいい点としては、さっきのね箱の中みたいな感じで入ってて、そのままね店舗から持って帰ってきたんですけど、実際にねこう自分でこのネジでねスツールを組み立てていくという作業があります。これもまたねすごくいい商品をこう自分でね組み立てられるっていうのも結構愛着がより増すかなとは思ってます。意外と思ったよりネジもねこう頑丈そうな、あやばい落としちゃった。まあ、あのこんな感じのねネジでしっかりとこう奥まで刺さってくれそうな感じですね。いやこれちょっとね結構手痛くて、あのちゃんとね電動のあのドライバーある人は電動でやった方がいいと思います。かなりきつい。はい、あのいろいろと悪戦苦闘しながらもね無事に組み立てることができました。いやもうめちゃくちゃかっこいいですね。これ興奮がやばいです。なんだろうな、こうすごくね小学校の頃とかにこうゲーム機を買ってもらった時ぐらいのねワクワク感をね今感じております。いやちょっとね細部見ていきましょう。さっきも少しお話ししてるんですけど、この今回のスツール60コントラスティのポイントとしては、この天板のまず横にこういうようなラインが入ってるっていうのが他のスツール60にはなくて、これ結構ねオンリーワンな感じかなと思ってます。でラインで言うともう一つあって、ここがさっきでこのエルレックをかなり強調するようなねラインが入ってます。これも本当にかっこいいなって、なんか結構このスツール60にね似せた商品で、僕が普段使ってるようなのもニトリで買ったようなのも結構このデザインに寄せて作られている椅子っていうのはいろいろあるんですけど、このデザインはねかなりもうオンリーワンな商品かなと思ってて、いやもうこれ結構お気に入りです。もう最高すぎる。で僕に関してはこのスツールを使ってねこう YouTube だとか TikTok とかのね商品紹介みたいなところで使っていこうかなと思ってます。こんな感じでね例えば商品をこう置いて、もう見てこれすっごいかっこよくないですか。まあこんな感じでね、あの僕が商品紹介する時の台で使うっていうのは僕の中で一つ使いたいなと思ってるポイントで、動画にね映るものとしてやっぱこういいものとか自分が気に入ってるものっていうのを使えるのは非常にいいかなと思ってます。でスツールって結構ねいろいろな使い方があって、例えばねこの観葉植物とかをね、まあこんな感じで
こう写してあげて置いとくってだけでもすごくこう部屋のねインテリアを飾るものとしてもこう使いやすい商品で、北欧家具で揃えてる家とかだったらアクセントになるスツールかなと思います。他にもスツールの使い方としては、例えばこういう感じでベッドの横に置いたりしてこう飲み物を置くような台として使うっていうのもまあ一つの使い方かなと思います。まあ結構ねスツールって使い勝手がいろいろあっていろんな手段で使えるので、まあ家に一個あってもねいろんな側面で使えてねいいかなと思います。これ本当にね材質もね非常に良くていやめちゃくちゃいいです。他にも例えば読書終わった後とかにこう本とかをポンと置いておけたりするのもなんかいいかなと思います。はい、そんな感じで今回はアルテックのスツール60コントラスティというところの90周年記念のスツールについて紹介していきました。いかがだったでしょうか。僕もね本当に購入してかなりこうテンション上がっちゃって、すごく久々にこう欲しかったものがこう手に入った時の幸福感みたいなのを味わえたかなと思います。まあ、とはいえねすごくねお値段も高い商品になっていて、こちらの商品に関しては 39,600円税込み価格となっております。いやスツールにねここまで出せるかみたいな人の気持ちすごくわかるんですけど、家具ってね結構持ちもいいと思うので、家電とかと違ってアップデートする必要もないし、こう高いものをねずっと使っていくっていうのは非常にいいかなと思いますし、僕個人としてはですねこれを使ってこう YouTube の動画の台として使ったりとか、機材としてね商品を買ってますます頑張っていくぞという思いを込めて今回ね思い切って購入してみました。でこの商品はですね販売期間が今本日4月1日なんですけど、今日から2023年の12月31日までの期間限定の販売となっております。ずっとね年末まで販売されるかとかは詳しいことわからないんですけど、まあ欲しい方はねなるべく早めにこう購入するといいんじゃないかなと思います。なんかこうやってね期間限定とか言われちゃうとね、どうしてもこう購入したくなってしまうようなタイプなんですよ。また販売先としてはアルテックのまあ公式のストアだったりオンラインストアもあるし、提携してるようなお店みたいのが公式のホームページに行くといろいろ載ってるので、自分が住んでるそばにあるかなみたいな感じで探してみるといいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでね今回も動画の方を終わりにしていこうかなと思ってるんですけど、僕はですねこう購入して非常にこう満足感得たものだとか、いろいろねガジェット系の紹介とかいろいろやっていきたいなと思っております。で今回のね動画見て少し面白かったなと思ってくださったりとか、ためになったなと思ってくださった方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録やグッドボタンの方ねよろしくお願いします。というところで今日も動画の方終わりにしていこうかなと思います。どうもありがとうございました。バイバイ。